日本語コンテペイ日本語学習者の皆さんを心より応援するポッドキャスト今日は間違いについてはい、えー、今日も始まりました「日本語コンテペイ」ですね「テペイ」ねちょっとスペイン語っぽく言ってますけど本当は「テッペイ」ですね「テッペイくんね」ね 鉄平さんとかね鉄平、えー、先生でもいいですよ呼びたければうん、えー、まあじゃあ <laughs> いつものようにね始めていきましょう今日はあ間違いについてね間違いうん違いね前回前々回かな、えー、もう少し前かなこの前やった違いに、えー、違いについてですね、えー 外国と日本のいいろろな違いがあってもその違いばかりにこうフォーカスね違いばかりこうピックアップしてねえやっぱり違うなね日本人と僕は違うんだみたいなねそういう感じに捉えるんではなくまあ似ているとことかねやっぱり家族とか友達とかね仕事いろいろなことに対する悩みだったりまあ,あとは嬉しい気持ちね楽しい気持ち。 ね、好きなことをしている時のうこうワクワクする感じ、ね、そういうのはやっぱり、えー、みんな同じだなという違いよりは、えー、同じね、えー、同じような、えー、ところをこう見つけて、えー、理解し合った方がいいんじゃないのかという、まあ、そういう一つの提案ですね一つの、うん、アイデアですねそういうのをちょっと話しました。で違いと 「間違い、うん」間がつくだけでずいぶん違,います、ねえー、間違いはあまあ日本語です、ね、日本語を話すときにこうやっぱり間違いを気にしてしまう、ね、そして自信が自信がないとねやっぱこうなかなか話せない、ね、自信あ自信というのは自信ですよ自分のこう、うん、コンフィデンスですね自信、うんえーその アースクウェイクイの方じゃないですよ、ね、地震が日本はあの地,震地震が多いですからね、うん、あの本当に多いなんか年毎日毎日どこかで地震があっている、ね、地震が起こるといってもあの、まあ、間違いではないぐらい毎日毎日ね地震がありますちょっと揺れることなんてしょっちゅうですからねちょっと揺れることなんてもう,もうほんなんであの例えば <laughs>。 まあ東京でもいいんですけど東京でもあの揺れをねこう地震を感じることはすごい多いのですごくよくあることなんでよくあの留学生とかねあのいや日本に住んでいる、ね、外国人の人の例えば友達とか家族とかとスカイプとかね、えー、フェイスタイムとか、まあ他にもいろいろググールハンウとかねいいろろありますでそういうので話しててこうお母さんとかねお父さんとかまあ兄弟とかに。 友達とかに、えー、どう日本は、ね、揺れ、えー、地震ある地震あるでしょとか、まあ、あのニュースでやってたけど地震大丈夫だったとか、ね、そういう話をそういうね質問を受けると思うんですけど、まあ、ほとんどの日本に住んでる外国人はもう慣れちゃって、うん、もう慣れますよね。僕、ね、僕たたちち日本人ももう慣れちゃうでもあの僕思ったのが ロンドンに留学して日本に東京に戻った時に久しぶりに地震を感じたらちょっとやっぱりびっくりしましたねちょっと怖くなりましたねなんで慣れてもまたしばらくあの地震がない国にいるとねヨーロッパは本当んと地震がないのでまあたまにありますもちろんねたまにあのひどい地震もあるんですがほとんどまあないですねほとんどあのまあないんですよ実際ね地震っていうのはあの地震がある国とない国ってあの まあ、何プ,レートプレートねこう海の中にあるこう地層のグググググっとね地層が動いてあの生じる、ね、生まれるものだからそれがない、うん、と起こらないんですね。なんか僕の住んでいるこのカタルーニャ、ね、このスペインの、えー、バルセロナの辺りでも、まあ、前に大きな地震があったのはもう何百年も前みたいなね。 もう数年前ですよね。うん、なので、えー、また自信自信じゃないですこそっちの自信じゃない、ね、今日話しているのはこっちの自信、ね、そっちの自信じゃなくてこっちの自信です、ね。言葉を話す時に、えー、自分のまだこうレベルがね自分の日本語がまだ間違いだらけだから。 こう話せないね自信がない間違え間違えちゃうから自信がない自信がないからまあ緊張してまた間違いが増えるというそういう悪循環ですねが生まれます。で間違いですね間違いというその,そのことそ,のそれ自体ですね間違いという間違いをあの特に会話をしてね話してる時に文法とかボキャブラリーに ボキャブラリー上の、ね、文法上の文法とかボキャブラリーについてボキャブラリーボキャブラリーについて語彙的な、うん、間違いをするということはあのネイティブでもあのもちろんよくあることなんです。うん、であのー、僕はこのポッドキャストを始めてですねまあ,あの音音がマイクの音とかあと音楽の えー、音量とかまあそういうのが他の他のポッドキャストね他にいろいろポッドキャストありますそういうのに比べてあのどうかなっていうのを、まあ、試すためにですね、うん、あの自分の iPhone でちょっとこうダウンロードして、まあ、聞いたりするんですよねたまにこう大丈夫かな、うん、ちゃんと、えー、配信されてるかな、ね、配信っていうのはちゃんとこうアップロードされて。 ね、ちゃんとこう聞けるような状態になってるかなと、えーまあ、チェックするわけですでチェックするとまあ音はいいけどちょっとおいねてっぺ平ね自分にちょっとてっぺ平先生とか言ってる割に日本語間違えまくってないね <laughs> まああの心配なさるに間違えまくってはない今のはちょっと大げさです、ね、大げさに言っただけであのほとんどは合ってるけどたまに間違えてる。 ね、たまに間違えてるんですよ本当にまず第1回のねあのちょっと恥ずかしくてねそれ取り直そうと思ったんですけどもそのままもうそれやるとキリがないんで、ね、キリがないっていうのはもう,もうあの100%間違いがなくこう台本なしに台本っていうのはそのもその、まあ、これから話すことを紙に書いて話してるわけではないので僕の場合は今考えながら話してますよね。 でまあ、これにもちょっとポリシーがあって今こうやって考え同時に考えながら話した方が自然な日本語を皆さんが聞く機会ね聞くことができるのであできるだけ前もってねまあメモぐらいはありますよ、うん、メ,モメモぐらいはあるけど前もって台本を書いてそれをただ読むようなポッドキャストはポッドキャストにはしたくないとね。 まあ、あのそういうポッドキャストがあってもいいんですよでも僕の場合はそういうそうじゃないポッドキャストを、えー、できるだけ皆さんに聞いてもらいたいということで、えー、始めたので、まあ、100%、えー、間違いのない100%正解正解っていうのもあれですよ100%間違いのない文法上ね語彙的間違いのないポッドキャストを 撮れるまで何回も撮り直すわけにいいかないのとにかく第1回からね間違いだらけですけど間違いだらけじゃないなたまに間違いますけど、えー、アップロードしました第1回目何て言ったのかな、えー、この、えー「日本語コンテペ,ペイ、ねえー」僕がこのポッドキャストを始めたのはみたいなん始めた <laughs> ちょっと大変ですよね始めた理由はとかですよね始めたのはこう小学生みたいなね始めた え始めようと思ったきっかけはとかね始め始めた理由はとかはそういうの方がいいんじゃないですかまあわかんないですこの辺もだからど,こどれがこう言葉っていうのは特に自分がネイティブであってネイティブ,にネイティブの言葉を話しているね自分の母国語を話している時はもちろん意識しながらは話していますけど意識しながら話していますが えーうん、まあ無意識的に話してるんですよねやはり、うん、だこの無意識的に話すとどうしても文法的なあ間違いというかね教科書的な日本語から少しずれることもありますそして自分もあ今ちょっとなんか変だったなまあ後でわかるんですただですねじゃあこれをその日本人同士で話してそういうのが 引っかかるかる、うん、気になるかというと、まあ、ほとんどもうやっぱ内容重視です内容その人が何を話しているかの方が大事でその今「わ」とか「が」とかね「点」とかね「こと」とかね「のアとかなんかまあいろいろその辺の細かいあとは過去形とかねその辺がちょっとこうあとは「らぬき言葉」ですね「らぬき言葉ね」ねうんとかあの尊敬語「謙譲語」 その辺がちょっとあ正確に言うと間違ってたとかそういうのを気にするネイティブはいない日本人同士で、まあ、外国人だとしてもあの外国人が話しててそういうところを気にする日本人はいないということをまず知ってもらいたい、ね、皆さんにはまず知っていただきたいで知ることによってあの少し話すのが間違いを話すその 文法の間違いをしたり犯したりね間違いを犯すっていうのはちょっと強い言い方だな文法,的文法上の間違いを、えーね、少しミスをしてしまったりそういうのはあまり心配しなくていいということでそういうのを気にする日本人はほぼいない。うん、まあそのもし気にする人がいるとしたら日本語能力検定試験のスピーキングテストの あの面接官っていうかね、教官、ね、その、うなんていうのかな。ええ、なんていうのかな。<laughs> えー、なのかな <laughs> あの、試験官。試験官ですね。試験官だけです。なので、普通、例えば。例えば、えー、僕のお母さんが、ね。うちの母親が、えー。そのカルロス君がね、カルロス君が、例えば、日本語も。もう。 まあ「たどたどしい」日本語でっていうのはまだこうまあ流暢じゃない、ね、まだ自然じゃないその、まあ、中級とかね初級ぐらいの、えー、レベルの日本語で、ねえー「お母さん、ね、お母さん」って言うのかな、まあ、お母さん鉄平先生のお母さんね「えー、お母さん、えー、ご飯ありがとうございました」 えー、美味しいですね、えー。僕も、えー、スペインでスペインに行きたいで、それでお母さんのご飯を食べたいと思いました。まちょっと正しいな。<laughs> ただ食べたいと思います。まあ、とにかくこう間違えて間違いをね。えー <laughs> まあ間違い、まあ、僕は間違いと思わないけど、まあ、正確に言えば間違い正確に言えば間違い文法的間違いを犯しながら間違いをミスをしながらこう話したとしますでうちのお母さんはどう捉えるかというと「ああそうよね,ねカルロスくんもお母さんのごはん、ねあのー、恋しいわよね早くね次帰った時にお母さんになんか作ってもらって食べるといいわよ」みたいな、まあ、まあそういう感じで。 返すすと思いますうちの母親にとって大事なのはカルロス君が何を言おうとしていたかであって文法的間違いとかボキャブラリーをうーん指摘したり本当にさっきも言ったように日本語能力検定試験の試験官じゃないんであのそんな間違いなんてどうでもいいんですねカルロス君が何を言おうとしていたか何を伝えたかったか、ね、何を伝えたいと努力していてね その頑張って伝えようとしていたかその内容です中身ですそれの方が数千倍大事です、ね、数百倍、ね、数百万倍、ね、なんかこう「ドラゴンボール」みたいな感じでどんどんね数百数億、ね、数億倍、ね、カメハメハ2,000億倍みたいなねまあ朝だからちょっと元気があり余ってますねはい。 で, <laughs> でそういう感じで、えー、まあ気にしないんですネイティブは。ね、これをこの事実を知るだけであの話すのが随分楽になります学習者としてはですね。これはあの僕自身も英語を勉強してた時に思ったことです。ね、英語を勉強しているとちょっとした英語の間違いとかが怖くなって話しにくくなったり。ね、であの 特に、ね、教室の中ではあの、まあ、先生がネイティブだとして、ね、ネイティブの先生、ね、イギリス人の先生僕はロンドンで、ね、語学学校行ってた、ね、イギリス人の先生で他の,あの生徒はみんな外国人ですで他の生徒はです、ね、自分も勉強をしてるしその間違いとか、ね、人の間違いに敏感になってるわけです、ね、人がちょっとでも間違えると気になるんです。 えー、例えば何かこう「ババば」って言いますよね話してる途中に「あ間違えた」あ「ああ間違えた」ね「ねあ鉄平間違えた」みたいなねまあそういう目でで僕も僕も例えばこう話しててほ、ねえー、他のね生徒が話してて「ねあ本間違えた」ね「ね本ここ間違えてるよ」みたいなね「あそうじゃないそれちょっとスペイン語のあのトランスレーションだよ」みたいなねそういう感じで。ただね先生は まあ先生はもう先生なんでまあ確かにその先生も間違いを指摘したりするんですね。なのでこの教室の中語学教室の語学学校の教室の中というのはすごい特殊な特殊な環境ですねすごいスペシャルな環境であのやっぱり文法の勉強をしてボキャブラリーをこう、ね、新しいフレーズを覚えたりしてるそういう空間なのであの間違いにすごいみんなが敏感になっているわけです。 ね、で一つ一歩外に出てみるとクラスの外に出てみるとどうかというと、ね、じゃ例えば僕はイギリス人の友達ができた時きねこう話してまあ間違い間違いは間違いながら話しますよもちろんね、うん、いつものようにただそのイギリス人はですねその文法の間違いとかじゃなくてやっぱりこのコンテンツですよねその何を言ってるかその外国人の 外国人である日本人の僕が何を伝えようとしているかその内容ですだからそのちょっとした、ね、例えば「at @in」の違いとか、ね、例えばこうフレーザルバーブですねのちょっと間違いとか、ね、あとは過去形、ね、こう過去形が過去進行形になってないとかね例えばそういう、うん、例えばこう「if」のね仮定法といいますね if I had アロマニーとかね例えばそういうのです。例えばそういうのを気にするか気にしないです、ね。気にするかというと気にしないネイティブは気にしないネイティブはあのその学校の先生、ねそのうん、語学の先生でもない限り指摘しないです生徒,生徒というかその友達に間違いを指摘したりしない。 うん、でそういうそうい,そういうことその事実をね分かってほしいです。なので日本語がこう自信がなくて、ね、間,違いをし間違いをしてし間違いを間違いをする <laughs> 何回も言うとけ分かんなくなりますね。間違いをする間違いをするミスをする、うん、間違いを犯す、うん、よく分かんない。うん、<laughs> そういうい もう本当に分かんなくなくりますよねね感覚でで、ね、話してるのででだから皆さんもねこういうポッドキャストをどん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 聞いてできるだけ日本語を感覚で話してもらってね感覚で感覚で話すっていうのはもうコピーペーペストです、ね、僕が話してるように話すねあーとかうーんとかまあとかねまあまあってよく言いますね僕はみんな言いますよみんな言います。 まあ、まあそのそうですね、まあ、昔はとか前は、まあ、間違いが怖くて自信がなかったんですけど今は間違ってもいいよ鉄平、ね、先生がポッドキャストで間違えまくっていいよだって間違いってあの気にする日本人いないって聞いたんで僕はできるだけ話すようにします間違い怖いけど話すようにします、ね、間違い怖くないです、ね、間違いもう怖くないね。 あの間違ってもどん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 話すようにします。なんでかっていうと日本人はそれをあの聞いてくれるから、ね、そうです、ね、あなたにもし日本人の友達がいたり、ね、恋人がいたり、ねえー、親戚ですね、えー、例えば奥さんの家族、ね、旦那さんの家族日本人の人多いと思いますねあとは同僚の人とか。 あとはペンパル、ね今、今ではもう、ラングイチエクスチェンジになってますよね、ラングイチエクスチェンジパートナーとか、いろいろな、えー、形で日本人と日本語を話す機会がある、ね、そういう人の場合、間違い気にしないでください、ね、そういうのじゃあ、間違いを気にしなかった、間違いがあそのまんまじゃないのか、訂正しなきゃいけないんじゃないのか、この辺はまた次回、話していこうと思いますね。 間違いを訂正しなくても間違いは自然に治る治っていく自然になくなっていくこの辺のちょっと不思議を次回は話していきたいと思いますそれではまたまた明日バイバイチャオチャオ